じゃあ次行ってみましょう。はい、東京都知事選ですね。都知事選、小池氏 VS 蓮舫氏は保守 VS 左派の構図、国政にも影響の首都決戦、気がかりな翼の党幹部の出馬表明という夕刊フジの記事です。7月7日投開票、東京都知事選の構図が固まってきた。現職の小池百合子知事と立憲民主党の蓮舫参院議員が軸だ。広島県安芸高田市の石丸伸二市長や元航空幕僚長の田母神俊夫氏ら20人以上も立候補を表明しているが、大きな塊で見るならば選挙戦は小池氏と蓮舫氏を中心に進んでいくことは間違いないということです。まあそれは一般的にそうなんだろうけど、ここででも小池 VS 蓮舫が保守 VS 左派になるわけ、これはちょっとすごい違和感あるカテゴライズなんだけど。平井先生、いかがですか？これどう思う？これ。だから、いや、まあ、あれでしょう、親中派と親中派の争いですよね。はい、どんな性クラブね。わかりやすい、ね。美中派対。美中派。美中派。片やちょっと国籍不詳の人もいるし、まあ、それはいろいろ今、証拠は集めてるんで、まあ、そのうちお話をします。はい。だからこれ保守対左派っていう捉え方ってちょっとそれは無理ですよね。これはね、ちょっと夕刊フジ見出し付け方間違えてるね。これは無理があるでしょう。だからその無理あります。だから蓮舫さんがね、当選するのは絶対まずいと、首都陥落だと言うんで、それを阻止するために、阻止するためだけに、1ミリぐらいマシだということで、小池さんに投票しようというなんか人がいるらしいんだけど、いやだからね、非常にね、中国の作戦がね緻密なんですよ、ここで蓮舫を出したら小池が行くでしょ、そういうことですよ。なるほど、そういうことです。勝たせる、そこは正直ない。そうだから、あの小池を当選させたいんだけれども、それに対してじゃあ小池よりひどいやつを中国が出すことによって、親中派の小池が再選されるように持っていこうとしてると、中国はそういう絵を描いてると僕は見てます。なるほど。蓮舫は駒なわけですね。そういう、じゃあ美中派よりは親中派の方がいい。まあ国籍がどこかわからない人よりかは学歴が、まあ、学歴がよくわからない人がいいだと。なんかもうさっきの山田君の話でアメリカもひどいと思って日本 も日本も似たようなもん、ね、ひどいね。じゃあ次、はい、続いて猫 Z3 さんの X、 山岡さんがピックアップされました。立憲共産党のチラシ初めて見たな笑いということですが、これが、はい、蓮舫都政に挑戦、東京から帰る。でこれで下見ると赤旗なんでしょ。ね、でこれだから、これはだからもう立憲共産党って言われたから、それがやはり侮辱だのなんだのって絶対言えないですよね。しかしね、これ、選挙公示されてもないのにこういうもの作って配っていいのかなと思います。そうですよね。これは明らかと言ったら言い過ぎか、まあ公職選挙法違反の疑いが濃厚なビラですね。で次なんですけど、はい、藤江さんの X です。七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦をします。皆さんのご支援どうかよろしくお願いします。みんなで蓮舫さんを勝たせましょう。完全に選挙の事前運動、公職選挙法違反に思えるのですが、はい、で次平井さんの、あれ東京都知事選挙は選挙期間中だった。だからあのポスターもとも、あのチラシもともかくこれもろだからもろやってるという。だからね、あの左翼の特徴だけど法律を守らない、法律を守らない、本当に法律を守らない、あもうね、中国でよく分かりましたよ、守りません。左翼の特徴だったんですね。特徴ですね。はい、だって保守派はまともってたもん。そうですね、はいはい、1対8でしたから、はいはい、はい、そして、はい、高尾藤田さんの X です。平井さんがリポストされてます。新たな火種その1、東京都のマッチングアプリ問題。落札したのはグランドユニット社代表者は、劉水子中国籍、北京、
なんていうのかな、基地有特難権、有限行使という会社でも、これは江さんかな、うん、次長で北京、うん、海淀区ですね、海淀区在住ということなんですが、小池氏は意図的にやってますね。個人情報ダダ漏れと合法的な国際結婚、民族浄化侵略ということなんです。これさ、東京都がわざわざマッチングアプリをするということで、うん、出すと。でね、これ実はイーロン・マスクが X 上で、いやこれはいいと、そうしないともう日本は消滅すると、何かしないとこのままだともう日本は消滅してしまうって彼ずっと言ってるじゃないですか。だからこの動きはいい動きだってなんか評価したのね。ところがよく見たら結局入札して業者を、だったらなんで都でやる必要あるのか分かんないんだけど、わざわざ民間業者を、ね、入札するってことは、でそれで結局落札したのがこの中国、中国籍の人がやってる会社だったと。これ民間でいっぱいね、いっぱいあるいっぱいあるじゃんって思っちゃいますけど、それなんでわざわざ都で、だからなんでわざわざ都でやる必要があるのかという時に、いやここはね、そのある人がですね、いや 都でやるならば、いやそれは何と言ってもその信頼性だと、ね、そのやっぱりどっかこういい加減な業者がいい加減なことをやるんじゃなくて、都がやるんだからこれは安心だと。桜はいませんみたいな。そう、桜はいませんみたいな。そう、全員本気ですみたいなね、うん、そういうその信頼性がポイントなんだっていう意見があったんですよ、うん、だけどこれ見て結局民間企業でかつ中国系だと、うん、何だ今ね、いやだからまず日本の会社じゃないんで、うん、日本の個人情報保護法は適用されないっていうことですよ、うんうん、それから TikTok の代わりだと思ってはいいと思います。マッチングアプリに登録した人の情報は全て、うん、中国企業に行き、そこには国家情報法があるから中国政府と共有されるということです。だからこれは小池さんが都民の個人情報を中国に意図的に流すためにこのスキームを組んだと思ったらいいと思いますね。そうとし考えられない。だって なんでわざわざ中国の会社を入れるわけ、うん、で誰とマッチングさせる気なんですかこれ。中国人。いや移民ですよ。移民というか国際結婚。いやかで何こう何こう開いてみたら中国人だけはブワッてなっちゃったんですよ。だからね、いろいろやってるわけですね、小池さんはね。だからまあ蓮舫と50歩100歩なんだけど、小池危機っていうことで蓮舫出してきたっていうことはそういうところにはあるわけですね。こういうことを露骨にやっちゃう都知事だから。いやー、もう本当いよいよぐちゃぐちゃになってきたな。悲しくなる。さあ次の話題なんですけども、はい、平井さんの X です。ネギさんと奥様の一日も早いご回を記念しますということなんですが、これは対馬の綿厚み神社に、うん、はい、これは何があったんでしょうか。ちょっと説明していただくことは可能ですか。まあこれね、後からちょっと動画はどんな日常だったかということをご紹介するために流しますけど、うん、私もね参拝したことある神社でね、はい、非常にこの、はい、なんていうのかな、厳かな神社なんですけども、うん、韓国に近いということで、まあ、対馬がね、はい、でそのジェット船でやってくるわけですよ、高速船で、はいはい、でまあ上がっ対馬に上陸して、まあ、傍若無人なことを、まあ、日常的にやってるわけなんですけど、まあ、実はその韓国人がね運転する車がこの神社の私有地に侵入してきたと。そして、なんかポールにぶつかって、いたんで、これを注意したところ、まあ、そこがいさかいになってですね、まあ、韓国人がそのネギさんの肩を掴んで暴行を働いたと。でそれを見ていた人が、奥さんが割って入ると、この奥さんで手術したばっかりで福岡から退院して帰ってきたばっかりの人、この人も暴行を受けちゃったという問題なんですね。で、まあ非常にこの、ところが警察はですね、お互いに手を出し合ったんだから、こんなのは許してやれという、まあ事なかれ主義。うん。
この前の私もこの記事読んでてね、東京中央区のあの、深川警察署前に街宣車が行って、その目の前で、まあ、選挙妨害をやられたことを思い出しましたけれども、まあ、全くそんなことになっている。それで、まあ、これがね、単発的ならいいんですけども、はい、とにかく日常的にこういったことが行われている。で、しかもね、私がこう、怒りを禁じ得ないのはですね、これがあの、観光の、例えばテーマパークとか、そういうところじゃなくて、神社、まあ、あのお寺もそうですけども、これは日本人の祈りの場なわけですよ。うん、で、そこにね、ずかずか観光気分で入ってきてね、まあ、全員とは言わないけど、いわゆる一部のね、不尊先人がですね、やりたい放題のことをやっとると。こういったことをね、まあ、見逃してていいのだろうかと。だから私自身はもう、この神社はですね、もう参拝禁止。基本的にもう境内地に、これ周知ですからね、入れないと。うん、もう、立ち入り禁止にしたらいいと思います。それで、あとは、京都のお寺なんかとかでよくやってる、まあ、はがきとかを送って、事前予約制にして、神社がこの人はいいなという人は、許可をするという形で、うん、さ、境内地、まあ、私有地に入れる人をですね、制限したらいいと思いますね。まあ、ちょっとね、映像がね、どんな、まあ、状態なのかとちょっと見てもらうといいと思いますね。動きますかね、これ。音は出ない。早く。早く。ちょっぱりって言ってるでしょ。ちょっぱりっていうのは、日本人に対する別種のね、言葉であって、我々が朝鮮人をチョンコっていうのと同じですわ。うん、という同義語です。同じレベルの言葉。では次のを見てみましょう。これタバコ吸ってるところね、境内地。もちろん、禁煙ですよ、ここは。まあね、ここに来てる人、外国人にとってはここは神域だっていう意識は全くないんですね。ただ古くからあるもんだから物見さんに来てるという感じで、で私有地に入ってもあれだけ勝手なことをやってると。私もね、似たような光景を参拝に行った時見ましたね。ずっと何年もわたってこういうことが続いてますね。うん。まあだからもう残念だけど、その私有地なら私有地ということで、うん、うん、かっちりと分けるべきですね。分けるべきですよね。うん、行動でやる分についてはね。あ、捨てた。捨てた。あ、捨てた。ね。ここでやって。下品だなこいつ。まあこんなんばっかですよ。うん、うわ、こんなんいっぱいいますね。取られてんの分かってて捨てるんですね。うん、神社に来てるって。っていう意識がないというか、うん、いやちょっと、これこの間のあと最後これは、あ、もう一回それもいい、なんか踊ってると神社の中で、まあ、こんな状態がずっと続いてれば、これは神職の人怒るのは当たり前です、うん、だってアメリカの教会の中とか、例えば中東のモスクの中でこういうことできますかって話ですよ、うんうん、でこういったことがね、まあ、今回対馬の取り上げて、いるわけですけど、うん、最近こういったね、傍若無人なその不尊外国人によるね、不尊なんていうかな、まあ、傍若無人な行動が目立つというのは最近起きてるわけで、京都の八坂神社ね、はい、鈴のをガーッとやって、うん、もう夜間はあれを使わせないようにしたとか、それから靖国神社に、うん、正面かけて石碑にね、トイレットって書いて、中国にすぐ逃げ帰ったやつ、それからこれですよ。だからいい加減にね、日本人ももう怒らなきゃいけない。その通りなんですけど、その
時にね、やっぱり厳罰に処するってこと大事だと思うんですよ。そうです、うん、なんで警察が機能しないんですかね、うん、結局あれでしょう、面倒くさいからでしょう。だけどこのためにね、我々がなんで警察にそういった公的、まあはっきり言ってその暴力とまでは言わないけど力を行使する権利を警察に与えるかって言ったら治安を維持するためですよね、うん、その治安維持ができないんだったらもう警察官やめた方がいい、うん、なんていうかな、治安を維持するために警察官になってるんだって、それができないんだったらもう警察官やめなさい、うん、ということですね。まあ、だからそれはその警察庁ですね、うん、を監督しているところがですね、しっかりそういう方針を持たなきゃいけないということなんですよね。やっぱりね、これきちっと法律がないんだったら作るように、それこそね、神道政治連盟とかね、うん、この辺りが中心になって、こういった境内をきちっとね、秩序を保つための法律なりなんなりっていうのを働きかけなきゃいけないと思いますよ。今インバウンドって入れてるけれども、今ね、まあ、全員とは言わないんだけども、ああいった不良外国人がですね、非常にこの日本の伝統文化をまあバカにしてるというか、なんていうかな、貶めるようなことをね平気でやってるわけですから、本当はそういうことをやった外国人とはね、即時こう国外退去させていいと思いますね。うん、まあ、日本人が海外にね、随分出ていった時代ってあった、今もいるけど、非常にね景気の良かった時代はどんどん出ていったわけだけども、しかしこういうことはしてないですか、ね、こういうことはしてませんね。まあその集団でね行動してて貧粛買うとかそういうことはあっても、こういうもうあからさまな不遜なことはしなかったわけですよ、もちろん ね、うん、相手の宗教施設に行って、うん、こういうことをする、うん、そういうことはなかったわけですから、これはその場その場でスポットスポットで厳重に罰するということをしなきゃいけない、逮捕するなり ね、うん、それしないで事なかれ主義にしてるとまた次々と起きていく、そしてそこにつけ込まれますよ。そう、ますますね調子に乗りますからね、うん、相手はね、だから罰ドカンと見せて、あやばいんだっていうのは、ね、うん、パフォーマンスでもやらないと、ね、やらないとダメですね。そうですね、そうじゃないと、そこを例えば中国共産党なんかは、あそこをじゃ利用して日本社会に揺さぶりをかけるということを絶対やってきますよ。そう、もうやってきてる可能性もちろんそうですけど、ね、はい、神社って全部天皇陛下につながってくるじゃないですか。そうですね、全ての、ね、神社 の、 トップが我が国 の、 皇室の存在なわけだから、 そ、 ね、それを侮辱されてるっていうことに、なんで国会議員もっと怒らないのか、いわゆるね、国益を守る会の議員さんとかもいらっしゃるわけじゃないですか、そうですよ、ちゃんと警察だ、今回は警察 の、 15区の時だって何にもしないかと思えば特定の候補者に対しては過剰なことやったりとか、うん、バラバラじゃないですか、はい、だから警察自体がその自律的に良識と常識と思って行動するというのを期待できないっていうことなんですよね、うん、だからやっぱりそれは上からやはり統制かけていかないと、きちんと機能しないっていうことよくわかりますよね。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。でここで、お知らせがいくつかありますね、はい、はい、さやさん、なんかまたコンサートが、あ、はい、はい、ありがとうございます、はい、7月5日に、バースデーライブを目黒で開催します。早いですね、早い、あ、なんて言っちゃいけないですね、今言いました、失言でした、失礼しました、ちょっと切ない思いを、はい、言ってはいけないことを言ってしまいました、はい、で今回はベースの岡澤茂さんという、はい、カイバンドとかですね、あと浜田翔吾さんの、悲しみは雪のようにとか、はい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 、あと、沢田千佳子さんの会いたいとか、はいはいはい、様々な、ね、レコーディングに参加されている凄腕のベーシストをお招きして、楽しいライブにしたいなと思ってます。素晴らしい、ということで、皆さんぜひお顔を見せてください。それが最高の私の誕生日の喜びなので、よろしくお願いします。わかりました、ありがとうございます、はい、で僕もちょっと講演会があるんで、はい、はい、ちょっと日付と時間と場所だけ言っていただけます、はい、6月27日木曜日、講演会が18時からスタートということになってます、はい、国の形を考える講演会ということで、はい、まさにこの対米従属からの脱却、これを反米でも親米でもないタイプ、反米ではない自立というところを目指さなきゃいけないと、今日のトピックにありましたね、アメリカファーストポリシーインスティチュートの人たちがまさに来てるわけですから、こちらもきちんと国家戦略を持ってカウンターしなきゃいけないということですね、はいはい、千代田区麹町の、公然ビルというところです。
ですね。はい、はいはい、皆さんぜひお待ちしております。はい、はい、そして平井先生、そうですね、ご紹介いただける本というのは、はい、うん、まあ実はですね、私のその知り合いなんですよ、が書い、の会社から出るんです、こう日本書紀のね、初め珍しいと思うんですけど、日本書紀のこの完全現代語訳プラス解説をした本が出るんですね。古事記というのは前々出てるけど、日本書紀って珍しいですよ。珍しい。これってやはりこの、まあ、外国の人が来るとですね、必ずその国の伝統とか文化とかものすごくこう勉強してくるんで、そういった人にきちっと、じゃあ日本の古事記ではこう書いてるけれども日本書紀ではこういう解釈があるんだっていうようなね、話をするときに、こういう本を一読しておくとすごく役に立つと思いますし、初めてじゃないかな、日本書紀でこれだけの本がね出るのは。これ第1巻が出て、まあ私も読んでみたんですけど、非常にわかりやすく書いてます、これは。はい、まあ、ぜひね、教養を深めるという意味で、ぜひお勧めしたいと思ってご紹介します。ありがとうございます。グッドブックスというところからです。グッドブックスさんですね。グッドブックスそのまんま。はい、はいはい、さやさん、では、告知お願いします。はい、この後はメンバー限定ライブです。月額490円のメンバーシップレベル1に参加して続きをご覧ください。最後にこの動画のいいねボタンをクリック、文化人放送局ツイッターアカウントのフォロー、そして文化人デジタルにアカウント登録をお願いいたします。次はアングリー平井ですね。はい、はい、ではメンバー限定ライブでお待ちしております。 Hey!